ということでね、今日は10月の25日かな、はい、11時ぐらいですかね、沖縄の方はですね、もう晴天で、関東の方はなんか大雨でね、すごいことになってるみたいだけど、沖縄の方はもう晴天で暑いです。28度ぐらいあるんじゃないかな、もう真夏ですよ、こっちは。いやでも海の綺麗さに驚きましたね、うん。でまあ、無事にですね、昨日、虐待児童救出の任務をね、無事に終えまして、子供たちを救い出すことができました。でね、本当に、このね、特殊なね、児童虐待問題っていうのは、まあ、国とか行政とか、まあ、弁護士とかその他専門家とか専門機関ですら誰もね、解決できない特殊な児童虐待案件なんですが、まあそれが解決できたということで、本当に多くの人が喜んでですね、もういろんな人からもうありがとうございますと、もう1日で100回以上言われました。まあそんなことを人生でね、多分初めてだと思うんですけど、まあとにかくね、子供が救えたと、子供たちの心と命と未来を救うことができたということで、それが何より一番良かったなと思ってます。で、まあ今日はですね、まあ一日明けてあったんで、まあ、沖縄の海をちょっと満喫しようかなと、観光したいなと思ってます。はい、でまた帰ったらね、帰って落ち着いたら動画の方もやっていきますので、よろしくお願いします。